を、まあ、ちょいちょいね、原作のストーリーを再現していくみたいな感じでやっていく感じです。まあ、で、仲間が、ちょいちょいいるんで、話しかけていくっていう感じでやっていく感じですね。多分初級隊に向かう途中っていう、体です。けど、フラフラしないと話が進まないって感じですね。あ、この人ってあれだね。魚人と人間のハーフの人だよね。あ、なるほど。もうオールブルー見つけたんじゃん。もう夢かなったり、グランドライン入るまでもなく。なんだ？雑魚っぽい見た目だな。どんな口やねん。わ、めっちゃ美女。めっちゃ美女。好きです。付き合ってください。まあ確かにな。それ、まあさすが紳士。はい、戦闘が始まりまーす。じゃあ、前作ルフィ、前作のルフィ海賊の誕生をやったことある人、ぜひ、まあ僕の動画を見たことある人は、まあ、お察ししたと思うんですけど、戦闘スタイルがね、だいぶ変わってて、こうやって普通のバトルですね。ここで普通の攻撃をやっていきます。で、たまになんかこういうなんかショッキングアクションシステムといって、たまになんかランダムでイベントが有利になったり不利になったりするのが低確率で起こる感じになります。で、必殺技っていうのがあって、まあ今は打たないんですけど、まあ新力ポイントっていうのが必要な技ですけど、威力が高いって感じです。で、レベルの下になんか25って書いてあると思うんですけど、まあ、わざわざね、この、見たこれやる気ゲージなんですけど、このやる気ゲージも、その、技の発動条件に必要になってくる感じですね。で、これ SAS、ショッキングアクションシステムで、クリティカルヒットで、通常攻撃能力があるやつです。で、経験値が、と、アイテムが手に入る。っていう感じですね。敵を倒すとね。レディー。知り合いですか？誰や？いきなりできる。誰やねん。お、カルメンさん。海賊っぽいけどな。さっきの海賊の仲間ちゃうか。おー、そうな。まあ確かにな。わー、めっちゃ嬉しい、めっちゃモテモテやん。あははは、10日かい。10年も探してたんちゃうんかーい。めっちゃしばかれてるやん。でも、カルメンさんにはしばかれたいな。料理コンテスト、おう。いやー、美人だけど、あんまり、仲良くはできなさそうだな。
上がって、これでイベントでね、さっきやる気ゲージが上がっていきます。その逆パターンも、下がるパターンもあるんですが、おう、赤い層か、まあなんか、3時の過去回想、今となってはなんか、すげえなんか、苦労したのは切ないだなーって思うんですけど、本戦はね、その情報とかないんで、まあシンプルに見ればいいと思います。話を聞けよ、3時くん。実力あるんですね。おお、なんかすごそう。なんか褒めてるようでなんかディスってない。一見派手だが実は地味なカルネンの技。こいつの目どうなってんねん。もうなんか眼球ないやん。このゲーム、ワンピースの世界だってよくあること。さすがだ。ゼフさんね。いや、もうだって、もう、オールブルー。いや、もう、ローブタウンやって。ローブタウンであるって。オールブルー、なんだ？あ、タイムアップか。なんだ？なんだ？いちゃもんか？あ、10年前に出会ってんの？あ、出会ってるんすね。サンジがこんな美女のことは覚えときなさい。紳士の風上にも置けない。あ、はーい。あ、なるほどね。まあでも、なんだかんだ、このビデオだったらついていきたくなるよな。イベントでテンションが下がることもあると。